おそら勇者。ちょっとね、この前は、バスターエクスカリバー弾が、底辺なことになっちゃって、まだ見つかってないんだけど。この前紹介しすぎたこの超絶トリプルブースターセットを紹介して、なんだ、お前は何なんだ。我は、シャドウはマテリオス。だれ やばい。なんだ、シャドウアマテリオスを解放する。こんなのはフイだ。あれはデザインなのかな。ブリスターじゃない、ベイスター。ここのシールベタベタ貼らない仕様に変わってたよね。ご挨拶。この度は応募者全員サービスにお申し込みいただき誠にありがとうございます。お取り扱いの注意をお読みいただいた上で、お子様が安全にご活用いただけますようお願い申し上げます。取り戻すんだ、意識を。闇テリオス、闇テリオス。テリヤキポーコー。いやいや、やっこい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 で。ひゃひゃひゃ。ひゃ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 。ひゃ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 。はちゃぽっぽ。はちゃぽっぽ。はちゃぽっぽ。いや。というわけで。スミレタイムじゃけ。シュミレ、オワタニアン。ちょっと待ってくれよ。美しい。しかもシールが一個もない。これこれ。成形色と塗装で、シールがいらない。これが理想的や。よかったやん。よし。ラッキー、ラッキー。キュア123と、中くらいが3つかな。中くらいが3つだ。で、こっちだ。こっちが問題なんだ。よく、ジェネラルエクスカリバーとかだっけについてた、エクストリームだ。なんだけど、ただのエクストリームじゃなくて、見えるかな。見えた。落ち着くんだ。シュカートはそうやって覗くんじゃない。台風の時にチラッとなんか50メートル先ぐらいのなんかものすごい蛍光ピンクのあのパンツが見え、落ち着くんだ。それが思考って落ち着くんだ。まったく、覗いたりカメラ使って何が楽しいんだ。そうじゃねえだろうって、自然の力をって思うの。落ち着いて。わかるか。いつもだったら、シルバーのバネなんだけど、今回は、グリディのバネの、エクストリームダッシュなんだ。そう。ダッシュパーツ。このダッシュパーツ、何がすごいのかっていうと。あれ、こうか。気持ちできちゃった。ぐらいの勢いでめっちゃ硬いんだ。そう、ヤバタニエンだ。これはこの硬さ、まさに、まあ回してみてわかるよね。それじゃあやっていこうか。チョゼツブレイトのバウツいくわ。てかあれなんだろうね、この前なんか出てこなかったチョゼツのあのあれ、エルドラコじゃなくてドランザーじゃなくて、オフ、そうか、いなくなると名前まで思い出せなくなる。チュマリは、あいつはココタマだったんだおね。そう、あいつらもいなくなったらもう全てを思い出せなくなるからだ。悲しいな。まあ、とにかく、ウィニングバルクリーカッコカリとのバウト行くを。ゴーカッコカリ。あら、
仕切り直すと、どうする？あ、こんくらい出ちゃいいか。出てっちゃうじゃん、軽く振っても。どうしよう。ちょっとこれだと、ね、殺害に時間かかっちゃうから、ちょっと例外的に。いつもだったら、スインバイからシュートするんだけど、こっちからシュートするわ。ゴーシュート。ゴーシュート。出てっちゃうじゃん。おかしいな。ゼノエクスカリバー弾はここまでじゃなかったような気がしたんだけど。まあいいか、行こう。ゴーシュート。ゴーシュート。出てっちゃうじゃん。うん、ちょっとね、グリップ力が強すぎるから、圧の夏さのせいかすんごい強いから、なんかね、エクストリームダッシュのゴム部分、ゴミついたまんまでいくわ。そうしないと終わらなそう。ゴーシュートゴーシュートお出てっちゃうよー軽く打って出てっちゃうんじゃベイバトルできないじゃん。そうだわ、究極の兵器があったわ。この兵器使ってみようか。すぐぶっ壊れてブレイランチョー LR ブーレージニア行こう。よいしょ。まあ、念のためこっちのツオタニエンカスタムのシュートで対戦車の方を打っていこう。ゴーシュート、よし、ゴーシュート、うわ弱え。さあどうだ。まあそりゃそうだわな。気を取り直してゴーシュート、そしてゴーシュート。さあどうだ。相当控えめに打たないと出てっちゃうのがツラタニだもんね。しかもこれ持久タイプじゃないんだから強めに打たないとダメなのに。どっち？お次はジェットクラス高い方バージョンね。ゴーシュートゴーシュート。うん？ああ足元に転がり落ちただけなのにないよ。いやマスター、クスカリバーもまだ出てきてないのにね。お次はエンペラフォルネウス行くわ。ちょっと手が震えてきた。ゴーシュート。ほらーなんかシューターがもうおかしいし、ランチャーがランチャっちゃえ。どうしたんだランチャーの調子が。さっきからやっぱりおかしいよ。ぶっこしたのか。ゴーシュート。嘘でしょ。やばいよ。やばいよ。やばダニエンだお。よいしょ。よいしょ。ゴーシュート。よし。ゴーシュート。どやねん。ちゃんと戦ってくれよ。オッケーや。おー、熱い。よし。お次は、フレームサ・ラマンダー。心がぴょんぴょんするんじゃスタイル。ゴーシュゴーシュ。さあどうだ。おう、イエス、タカス、タカス、タカス。どっちかな。お次はアーチャーヘッラクレス。ゴーシュゴーシュ。さあどうだ。おう、あ、当たらない。チュラちゃん、チュラさん。よし。あー、やばい。やばいたね。おー、普通に負けた。初めて負けたのかな。ちょっと、もてあそばないで。さあ、ラストは、リバイブフレームミックス。ゴーシュート。ゴーシュート。お、あ、今のはなかったんじゃ。いいね。さっきからランチャーがエラーばっかりしてたんだけど、これはいい手術だった。おう、当たらん。よし。ああ。これはある意味勝ったってことでいいよね。本体3やっつけたんだからね。いや、僕が本体
せよ。はイエイ。はっざー、足元に転がったのに、なんでか、なんでか上にあったお意味がわかんないよ。なんで転がって、なんだ、移動エネルギーが、まあ、よくわかんねえや。もう物理の法則を無視して、ピューンってピューン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 あったからいいやーって、あうわ。そういうわけで、ヤミケン・リウスだと。じゃ、戻れ、我と勝負じゃ。さあ、コロコロ限定ブレイ vs コロコロ限定ブレイ、どっちが最強なのか、いくよ。ゴーシュートゴーシュートおう。まあ、アタックタイプだからまだわからないよ。いや、てか本当に2色だから回ってるとこめっちゃ綺麗なんだもんね。うわっ、どっちが勝ったのかな、わかんないけど、じゃあ